公設試験研究機関は国または地方公共団体が設置した試験所研究所、指導所その他の機関である。国の機関を含まない場合もあり、略称は公設未。これに対し組が設置した研究所等は国立試験研究機関という。地方公共団体における高工業振興、農林水産業振興、環境保全、 保健衛生の向上などといった地方の行政目的に沿う試験、研究、高度な機器の教用、指導、教育、相談等の業務を行う。地方公共団体の一部をなす組織から、比較的独立性の高い財団形態のものまであり、どこまでが公設未でどこからが民間の試験書かを明確に線引きするのは困難である。国が組織した公設未の連合組織に加盟している。 機関が降雪見とみなす場合がある。加盟していない機関の中にも十分に降雪見とみなすことのできるものもある。海外では食品、薬品ではあるが、高工業では珍しい。農業系、衛生系の降雪見は明治時代まで遡るところがある。高工業系の降雪見は日本の産業革命期にあたる1900年頃から、 各地で設立が始まりまた戦後の高度経済成長期にも設立が相次いだ。環境系の公設には高度経済成長期末の公害問題等を受けて設立されたものがある。設立当初は工業試験場、養業指導所、農業試験場、畜産試験場、水産試験場、林業試験場などと細かい分野別に専門の試験。 研究機関として設置していた場合がある。また、交通、通信手段が整っていなかった戦前から高度、経済成長期直前までは、県立の公設未は、県内の産業集積地や競争力の高い、農産地ごとに分散して設置されていることもあった。高度経済成長期に交通、通信手段が整備されると、県内に各地に独立に設置されていた公設未が、 効率的運用のために本助支書という位置づけに移行していった。また国民が環境、製品、食品の安全に高い関心を持って公設民に高度な主権設備等が必要になると効率的運用のために県内一箇所のセンターに集約されることもある。環境系、衛生系では現在中規模以下の県では これらが統合されて、県立環境保健センターという名称になっている。2000年以降、国が国立試験研究機関を相次いで、独立行政法人化すると、これにこうしていくつかの都道府県、市でも公設未が地方独立行政法人となった。また、経営の安定化のため、持続化に際して、高工業系と農林水産系の公設未を合併させた例もある。 他方、職員の学歴等の推移で見ると、戦前は工学歴の幹部職員と、必ずしも工学歴ではないが職人としての訓練を受けた一般技術職員で構成されていた。戦後の工学歴化に伴いほとんどの技術系職員は大学卒となり、1990年代以降は採用資格を修士号取得者以上とする構設、試みも増えた。 技術士を研究員もいる。現在では採用時点で博士号を取得していたり、採用後10から20年ぐらいで博士号を取得する公設職員も少なくない。これは公設未の業務の中で研究業務の比重が大きくなっていることの表れである。地方公共団体に直属し、地方公務員を職員とする形態。 法人化はしているが、運営費用の交付、運営方針決定、人事交流などを通じて、地方公共団体の強い影響下にある、地方独立行政法人の形態、地方公共団体の積んだ基金によって、独自の施設、設備等を有する財団法人の形態、及び、地方公共団体が整備した施設、設備を法人が委託を受けて運営する、公設民営の形態がある。 各試験研究機関には研究者と試験機器を配置している。人と機器はそれぞれの組織ごとに確認することもできるが、高校業系の主要機関については、経済産業省が検索システムを提供している。公設試験研究機関は、所掌分野が多岐にわたるにもかかわらず、職員数が数十人といった比較的小規模のものが多く、 業務遂行上の助言や指導を受けることのできる、同じ専門分野の同僚が限られるという悩みがあった。このため、国が主導し、国立研究機関が用となって、公設未の連合組織が設立されている。青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県と山県、 石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県,県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。ありがとうございます。